チャイナエアライン、チャイナエアラインは、中華民国、台湾の航空会社、台湾のフラッグキャリアである。中国語の略称は、かわたる。チャイナエアライン、IATA2 レターコード、CIICAO3 レターコード、CAL、コールサイン、ダイナスティ台北証券取引所、2610は、台湾、桃園市に本社を置く、中華民国、 台湾の航空会社である。1959年12月、中華民国空軍、台湾空軍の大役軍人らによって設立された。正式名称は中国語圏で中華航空講師、日本を含めた中華圏以外の地域においては、チャイナエアライン、チャイナエラインズであるが、現在もメディア報道では、日本における陶器上の名称である。 中華航空と呼称されることも多く、公式サイトでも、チャイナエアライン、中華航空とページタイトルを付けている。なお、名称が似ている、中国国際航空は、中華民国、台湾の会社ではなく、中華人民共和国の民用航空総局、中国民国系の航空会社であり、提携などの関係もない。当初は、水陸両用キッ5 b を利用した、 台北実月丹の吹き便運航からスタートし、金門と場所への軍事物資や人員の輸送、軍幹部の輸送により会社の規模を拡大した。1962年より DC-3、DC-4、DC YS-11 を導入し、本格的に民海航空輸送業務を開始。同年10月に開始した台北宇歌連船は台湾で 初めての定期路線となった。1966年には、ホーチミン線。1967年には、東京、大阪、沖縄線が就航し、アジアにネットワークを拡大。1970年には、自社発のジェット機である、ボーイング B707 を導入、台北、東京、オサンフランシスコ線に就航し、台湾、中華民国フラッグキャリアの地位を確立。 1983年、万国経由アムステルダム、就航。台湾キャリア初めてのヨーロッパ路線に。1991年、中華人民共和国政府による政策。一つの中国政策により、定期便就航継続ができない地域への航空路確保を目的に、カズノブグループとの合弁で、マンダリン航空を設立。1993年より、 台湾証券取引所に株式が上場され完全民営会社に期待の塗装はかつては真ん中に中華民国の国旗青天白日万地公旗が他の国家の航空会社と同様に小さく描かれていたしかし中華人民共和国の中国共産党が香港返還後の中華人民共和国領土となった香港国際空港への乗り入れを盾に圧力をかけた ため、1995年より、台湾、中華民国の国家である梅の花びらを、トレードマークとして採用している。同時に、機体の社名表記は、中華航空講師から、へと変更されたが、かわたるという陰影のデザインは残されている。呼び出し符号として用いられる、ダイナスティは、英語の王朝王という意味で、機内紙、各種サービスの名称にも使われる。 2003年、54年間凍結されていた中国、大陸行き直行便を運行。はじめは、上海行き春節チャーター便にて、2008年より各地に定期便として就航。2006年、本社を台北市から東園空港に隣接する CAL パークへ移転。台北市のオフィスは台北支店として存続。2010年9月14日に、 航空連合、スカイチームへの加盟に、調印、2011年9月28日に、正式加盟。これを記念して、スカイチーム特別塗装を施した、ボーイング747から400、機体記号、B、B-18211、エアバス A330 から300、B-18311 を運航している。 同時に1995年から利用されていたロゴが若干変更された。2016年12月1日からは行政院の決定に基づき11月22日に解散を決めたトランスアジア航空が運航していた路線のほとんど金門方向線を除くを引き続くことになった。二千十七年一月十日より東京羽田台北松山線に加え、 日本航空とチャイナエアラインが日体間を結ぶすべての便において双方でコードシェアを開始。次の段階として貨物便やマイレージ、日体双方の国内線にもコードシェアの拡大を予定している。航空券の座席予約システム CRS はアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。建築デザイナー水則霊のもと。 2015年より、ネクストゲンと題した、リブランディングプロジェクトを実施しており、客室の内装、食器、アメニティから制服、小物に至るまで、全デザインとコンセプトの統一を図り、台湾を代表する航空会社として、台湾の生活日における文化創造力を国際舞台にアピールするとしている。近年新コンセプト、ネクストゲンによりデザインされた。 ボーイング777から 300ER、エアバス A350 から 900XWB のインテリアや機内食器は、独イフ、デザイン賞や、グッドデザイン賞を獲得している。2018年1月現在、スカイトラクス社による航空会社レーティングにおいて4つ星の評価や、米グローバルトラベラーマガジン社の北、アジアベストエアラインを5年連続受賞するなど、 サービスに関して世界から高い評価を得ている。移植道言のもとに機内食メニューが考案されており、ビジネスクラスでは、トンポーロウ、ロニクハン、カユなどの中華料理、日本料理を選択することも可能な路線があり、ウェブサイトのいいメニューから事前予約を受け付けている。また、飛行時間が1時間半を超える路線と、台北、香港間では基本的に、 ホットミールが提供されており、食のタブーに配慮した精進料理や各種宗教料理、子供向け料理も事前リクエストが可能となっている。台湾、日本間のフライトでは、就航開始時より、原則すべての便に日本人乗務員が乗務しており、日本語対応ができる台湾人クルーも多く在籍している。女性クルーの制服は1962年の 制定時より、チャイナドレスをイメージモデルとして採用している。近年は、ピンクや紫をメインとした制服が人気であったが、2015年8月1日から14代目となる先進的なデザインの新制服へと変更となった。なお、約120名の日本人クルーが、成田ベースとして所属しているが、勤務体系や、労働条件は、 台湾本社所属の乗務員とは大きく異なり、日台路線中心の乗務を行っている。マイレージサービスは、ダイナスティフライヤーと呼ばれるプログラムが提供されている。スカイチーム加盟各社のほか、マンダリン航空、ハワイアン航空と提携している。特典は、家族や他人への譲渡が可能である。アメリカンエキスプレスのポイントを同プログラムのマイルに転換することも可能である。 2014年現在、21機の貨物専用の、ボーイング747から400回型機が、台北、成田、関西、鹿カゴを、世界33空港に就航し、毎週91便の貨物便を運航している。ワイドボディ、長距離路線を多く保有する、旅客機の貨物スペースも活用し、台北をハブとしたネットワークで4大陸を結ぶ。 日系キャリアを大きく引き離す、取扱国際貨物量129万6000トンを誇り、IATA 国際航空カーゴキャリアとして、第6位にランキングされている。DIV スタイルイコールフロート、レフトマージンライト、1M バーティコル、アライン、トップ、チャイナエアラインが発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは0級で、 航空機の形式名は 747SP-09、747から209バイト、747から409、737から809などとなる。機材は2016年12月現在、以下の航空機で構成される。日本への乗り入れは、当初は、台北から大阪経由東京便が、ついで沖縄経由大阪便が就航した後、 東京便が直行となった。中華民国との断交、工術を受け一旦すべての就航が中断した後、台北から東京、福岡、沖縄などへの路線が順次就航し路線網を拡大した。1967年に大阪国際空港、伊丹空港経由で東京国際空港、羽田空港に乗り入れたのが始まり、1969年直行化だが、 1972年の日本と中華人民共和国との国交成立及び中華民国との断交を受け台湾中華民国当局が1974年4月21日に3日間の航空路線を断絶させたため前日をもって日本国内の各空港への乗り入れは一旦中止されたこれを機に台湾香港を大幅増便し香港経由にて 日本台湾間の交通は確保し続けた。その後、1975年8月10日より、羽田空港への乗り入れが再開された。東京国際空港成田空港開港後も参照。1978年の千葉県成田市の新東京国際空港成田空港、現在の成田国際空港開港後、東京に乗り入れる国際選定期便は、 東京都大田区の羽田空港から成田空港に移転した。その中で唯一中華航空、当時のみ外交上の理由、日本政府と中華人民共和国政府の航空交渉の席上で、後者から中国を代表する政府に関わる主権問題で対立する台湾、中華民国の公会社を同じ空港に乗り入れさせないようにという圧力があったにより成田空港へ移転せず、 羽田空港に残留した。この結果、都心に近い羽田空港ゆえ都内や横浜方面からのアクセスが比較好条件であること、空港旅客サービス料が無料であること、国内線が集まる空港であり、接続利便性が高いといった他社にはない優位性があった反面、他の国際線との接続利便性が低いという不利、あった。なお、その後台湾に設立され、 同じく東京に乗り入れることとなった、長境航空、エバー航空も同じく、成田空港ではなく、羽田空港に発着するようになった。しかし、成田空港暫定、第二滑走路が共用された2002年4月18日、両社とも発着地を、羽田空港から成田空港に変更したが、二千十年十月の、羽田空港再国際化に伴いエバー航空とに年半ぶりに、 羽空港発着便の運航を再開している。2004年の日台航空協議による発着枠拡大に伴い2006年7月、関西国際空港に台北線が就航した。内訳は旅客便が週5便、貨物便が週2便であったが、その後旅客便は1日1便に増便され2015、16年冬、イヤは1日4往復であり、 さらに2016年夏ダイヤからは1日後往復となる。また、台北のみにとどまらず、高尾から週12便で、台南からも週2便運行されている。大阪への就航は、伊丹空港に国際線が就航していた頃、1974年4月20日から数えて約32年ぶりである。2017年2月1日現在、日本国内台北。 東園に、週147便、台北、松山に、週14便、台中に週4便、台南に、週2便、高尾に、週28便を運行。また、2017年2月21日より、日本台湾線の全路線にて、日本航空とのコードシェアを実施中。自社運航航路、路線の詳細は、下記の通り。 日本発着の定期チャーター2011年の日台オープンスカイに伴い台湾から日本の地方都市またイエン県を活かし日本の主要都市からホノルルグアムなどの第三国へ頻繁にチャーター便の運航を行っている双方から送客を行うプログラムチャーターという新しい形を浸透させたことでも知られている1994年4月26日台北 中西国際空港、台湾東園国際空港の旧名称初名古屋、空港行きの140便、エアバス A300 から 600R 型機、登録番号 B-1816 が、名古屋空港で、操縦ミスにより着陸に失敗し墜落炎上、乗客乗員271人のうち264人が死亡、7人が負傷した。また、 2007年8月20日午前10時35分頃、台北発120便、ボーイング737から800型、登録記号 B-18616 が、那覇空港41番中機場に到着、直後に右翼エンジンが爆発炎上した。事故機には、乗客157名、日本人23名、幼児2名を含む、パイロット2名、 客室乗務員6名、日本人乗務員1名を含むの計165名が搭乗していたが、幸い全員避難した。かつては、中華民国軍から転籍したパイロット、整備士が多数在籍し、民間航空機との操作や設計思想の違いから、ヒューマンエラーによる事故が頻発していた。1986年2月16日に起きた。 方庫諸島付近での墜落事故以来、数度にわたる死亡事故を起こしており、前日の中華航空140便の事故から通称と呼ばれるように、4年ごとに多数の死者を出す重大事故を起こすジンクスがあると言われていた。同社はこれまで749人の事故による死者を発生させており、これは欧米アジアの主要航空会社の中にあって、極めて大きな数字である。しかし、 航空機の安全性、信頼性の向上、パイロットの自社要請、外部航空会社から整備部門の責任者を招聘、日本航空退職パイロットの雇い入れなどにより、近年は安全性向上に努力しており、その結果、2002年5月に起こったチャイナエアライン611便空中分解事故以降、死者を生じる事故は発生していない。 航空会社の安全性やプロダクトの格付けを行うエアラインレーティングスにおいて最高評価の7点を3年連続で獲得やジャクデックの調査による安全なエアラインランキング2016においても安全指数1.047の59位まで改善している。チャイナエアライングループの関係する主な会社は以下の通り中華航空。 昇進行6カ波音777から300。e r 客機 http コロンスラッシュスラッシュ www.china-airlines.com スラッシュ c h スラッシュ n e, s. N e w s c h スラッシュ n e w s c a 0 0 1 3 2 8 h t m 中華広く。小印心4カ波音777から300。 er 全身速期 http コロンスラッシュスラッシュ www china ダッシュ air line s ドット com スラッシュ ch スラッシュ news ch スラッシュ news ch 001327ドット h, h t m 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。